そう、神の食べ物だからね、牛丼は。スバル先輩の牛丼、あれさ、いくら100万までは出そうかなって思ってんだけど、ごめん、みんなからのスーパーチャットでさ、団長、スバル先輩の牛丼食べてもいいか、100万までは出す、3桁までは出すぞ。ダメ、ふ、何言ってんの。いや、だってさ、いやだってみんなも考えてみ、推しがさ、あれね、推しが作った手料理なんてさ、そんなもういくらでももう払うで。いや、もうなんか、まあ、その値段に変えられないよ、変えられないよな。ぜひどうぞ、流行るアヒージョ、アヒージョじゃないから。アヒージョじゃないから、作ってもらいたいな。なんかあの、でもノエルは頑張って装ってくれてるしな、どうしようってなってますね。まあでもやっぱりね、今後もね、あの、仲良くしていきたいですね。でも実際嬉しいしね。はい、ということで、ちなみにあのノエルにね、100万円で牛丼は売らないんで安心してください。団員の皆さん、スバルは絶対ノエルに100万円でスバルの作った牛丼売りません。安心してください。孫徳ちゃん、ありがとうございます。うん、おはすばの話だ。団長、まだ今日おはすば見てない。信じないよ、牛丼売ってくれないなんて団長信じないからね。団長、牛丼買うもん、牛丼買うもん、団長お札束で買うもん。え、見てないの、見てない。なんか配信前に見るとね、あの、あれよ、なんかスバル先輩のことで頭いっぱいになっちゃうからね、ゲームに集中できないから見てないです。